デルファイブートキャンプ、デルファイでビジュアル開発に挑戦しよう、 Day 3デルファイプログラミングを学ぼう。講師、私の方は、ラッドスタジオ大阪、コミュニティ勉強会の方から、やってまいりました毛利と申します。そして、はいはい、現場がデロテクノロジーズアイソです。よろしくお願いいたします。今回、ブートキャンプということで Day 1 Day 2の方がですね、アイソさんの方で、2日間にわたって初心者中級者向けで、まあ、ポイントとしては初めて、作るアプリケーションと UI 設計のポイントを学ぼうということで、続いて本日私あの Day 3の方デルファイプログラムを学ぼうということで、ご説明を差し上げようと思っております。はいはい、その後にですね、Day 4明日ですね、明日は、モバイルアプリケーションのこと始めということで、また、デルファイを使った、マルチデバイスのアプリケーションを、まあ、初級者中級者向けに、作っていくような形で、ご説明を、明日したいと思っております。はい、こちらも楽しみにしましょう。はい、よろしくお願いいたします。はい、本日の、アジェンダなんですけども Day 3アジェンダ、セミナー対象は、初心者中級者の、方々と、時間にしたら、まあ、1時間もしくは1時間少し超えるかもわからないですけども、ご説明する時間となっております。学び方とか内容なんですけども、初めにあの基本の、デルファイ言語の基本をマスターします。オブジェクトパスカルですね。その後は、新機能を学びます。新機能は今の段階では理解しなくても大丈夫です。はい、私も一緒に学ばさせていただきます。はい、はい、オブジェクトパスカルの基礎と、文字列とでメモリー操作に関してとであと、最新の言語内、の機能ということでなっております。はい、で早速、はいはい、始めたいと思います。はい、お願いします。はい、まず、デルファイをオブジェクトパスカルを、まあ、コーディングスタイルなんですけども、プロジェクトを、起動いたしますと、ユニットとプログラムというのを、作成自動で作成されます。そのプログラムファイルとユニットファイルという2つの構成がございまして、今、右側に見えている、黒い、四角の枠なんですけども、ユニット1インターフェースと、ちょっと字が小さくなっちゃってるんですけども、で言いますのが、プロジェクトを最初に立ち上げた時に皆さんがご覧になっている、まあ、パスカルファイル、ユニットファイルとなっております。はい、でその左側は、プログラムファイルと書いてあるんですけどプログラムプロジェクト1とこれ自体は、アプリケーションに対して一つのみの、プログラムファイルとなっておりまして、うん、で、メインフォー、ビジュアルアプリケーションに関してはメインフォームを作成して実行するだけのシンプルな構成になっております。はい、これは初心者さんが例えば、プロジェクトを作ったとすると、はい、おそらく、見るのはユニット1の方になりますよね。ユニットの方ですね。はい、例えばイベントハンドラーなんか書こうかっていった場合にはこのユニット1の方で、実際に、あまり、プログラムファイルはあの見ることがほとんどなくてですね、うん、はい、皆さんお使いに、まあ、初心者の方がお使いになるとしてはもうユニットファイルだけを見ていただければいいかと思います。はい、ユニットファイルはアプリケーション一つのアプリケーションに対して、複数のユニットファイルを作ることも可能ですし、それに、紐づいてフォームなどの、ユニットを追加することもできます。で細かい情報がですね、ドックウィキに、全部書いておりまして、ちょっとこちらを、クリックして、見てみたいと思います。はい、出てまいりました。プログラムとユニットと書いた、はい、ドックウィキに、細かい情報が載っておりますので、もしあの 気になった方はですねぜひこれを見ながら、はい、いろいろ触ってみていただけると
非常に効果的かと。より詳細な情報が深い内容が、はい、ここからも学んでいただける、はい、ということですね、はい、そうです、はい。で、先ほど、まあ、アイスさんが説明していただいた、ユニットファイルなんですけども、ユニット1っていうところの、ちょうど、グレーの、ま、同じく四角い、画面が、画面じゃない、あの箱がございまして、そこに、くくっていろんな、項目の説明が右側に書いてあるんですけども、ちょっと上からちょっと説明していきたいと思います、はいはい、お願いします。で、上から説明していきますと、インターフェースというのがございまして、うん、その下にちょうど直下ですね、ユーズっていうのがございます、はい、システムシステム .sysutils、システム .types、システム .ui types などございまして、これあの FMX っていうのもファイルもあるということは、これは FireMonkey という意識式で、FireMonkey のそうですね、ユニットですね。ユニットですね。はい。はい、各、まあ、参照している、まあ、C++ で言いますと、インクルードとか、まあ、他の言語で言うと、リクワイアみたいな。うん、に近いものがございますね。で、まあ、ユーズのご説明はそんな感じで、次に、その下にタイプと書いてありますけども、そこはタイプ宣言、型宣言ですねっていうファイルがございます、はい。で、このファイルは、T フォームから継承された T、フォーム1という最初の、プログラムを、プロジェクトを、最初に作成したときに作られる tform1 というファイルなんですけども、はい、これは、全て型情報となっております、うんうん、tform1 という型ですね、うんうん、はい。その辺の型宣言のところが全てタイプ側で、はい、指定することができます、はい、オリジナルの、タイプの型も作っていくことが可能でございます、はい。でその下に、バーっていうのがございまして、ここは、変数の宣言ですね。変数で、このファイルでは、tform1 を form1 という型、tform1 という型を、form1 という変数に、割り当てているというバーの宣言がございます、はい。続いて、これはもう変数なので、ちょっと後で後ほど変数のご説明もあると思いますので、さらっといきます、はいはい。その下なんですけども、インプリメーションからの下ですね、はい。ちょうど、実装部と、右側には書いてるんですけども、まあ、Day1、はい、Day2 で、ISO さんが何度か、ご説明してさせていただいた、まあ、ハンドラーですね、はい、から呼び出された小メッセージ、はい、こんにちは、うん、実装部の方ですね、はい、が書かれていると、はい。これの組み合わせによって、オブジェクトパスカルのコーディングっていうのが、行われているという感じでございます、ね、はい。上のインターフェースではどちらかというと宣言であったりと、はい、その下のインプリメンテーションでロジックが入るという感じですね、はい、そうですね、はい、はい。はい、では次に参ります、はい。先ほど、まあ、さらっと流しますというご説明をさせていただいたんですけども、変数でございます。すべて変数を使用する前に、宣言するとここが大きな特徴になっておりまして、オブジェクトパスカルの場合、バーと書かれている、宣言の直下に、変数を入れていかないといけないと。例えば C++ であったりとか、途中でいくらでも変数を宣言することができます。でも、まあ、オブジェクトパスカルの場合は必ずバーを書いて、そこに、begin の前にバーを書いて、でそこに宣言をすると、安全性を確保するというイメージで、必ずデータ型を指定と、宣言する場所によって範囲が決定という感じになってあります。で、代入には、通常、まあ、イコールが多いんですけども、コロンイコールを用いるとで、イコールは、逆に比較する演算子になっているので、
まあ、お間違いのないように、はい、していただければと思います、うん、はい。で、まあ、下にサンプルがいくつか書いてございます。あの代入の例が、はい、10を代入したりですね、うん、バリューに足して10を入れたりとか、うん、はい、あります。で、変数は必ず初期化をして使おう、うん、まあ、これも、まあ、オブジェクトに対しても、あ、オブジェクトはまた後ほど出てくるんですけども、はい、まあ、簡単な、インテジャーに対してもそうですし、他の、まあ、型に関してもそうなんですけども、はい、まあ、初期化をして使いましょうということで、変数の詳しい内容も、同じように、ドックウィキにございまして、これもちょっとクリックして確認を取ります、はい、こちらの方に、いろんな、細かい情報が載っております、はい。で、スーッといきますと、型についてとか文字列型についてなんかも、はい、全て、はい、リンクとしてございますので、それを見ていただけますと、非常に詳細な内容が、見れるかと、なるほど、はい、思いますので、うん、まあ、学習される方はそちらの方を拝見されてもいいのかなと思っております。はい、はい、はい、次は、文に入ります。まあ、基本的には複合の文は begin と end でくるむ、っていうのが、まあ、ルールなんですけども、はい、条件、ループなどでも、うん、begin end っていうのを使うことが可能でございます。なるほど、はい、この下の例では一切、begin end で、囲ってないんですけども、はい、これを囲むことも全く可能でございまして、うん、たまたま短く書きたかったので begin end を、まあ、省いているというイメージでございます。で、一番、ちょうど複合文という項目から一つ下の、if 文、はい、でその下のケース文というところに、まあ、例を書いているんですけども、はい、if 文というのは条件分岐ですね、if からの、スルーならばスルーの条件に行くと、はい、それ以外なら else の、条件が実行されると、はい、でケース文も同じく、ケースに入っている、まあ、値に対して、その値と正しいものを選択して実行すると、それ以外は else が実行されると、うん、これ言葉で言うと非常に分かりづらくてですね、うん、文章にしても初心者の方からしたらどういうことなんだろうって思ってしまうと思います、うん、はい、で、ちょっと、僕の方で簡単にちょっと書いてみたものがございますので、はい、それをちょっと見ていただければと思います、はい、はい、視覚的に分かりやすくちょっとブロックにしてみました、はい、if 全 else と書いている青の部分と、はい、青の部分が、まあ、条件分岐と、はい、で、今、true 条件っていうところで、緑の部分になっているんですけども、はい、この緑の時に緑の処理が実行されますとこれ、色が、非常に分かりやすいと、はい、緑の条件の時に緑が実行される。なるほど、はい、で、続きまして、はい、false の場合、条件が満たされない場合、はい、っていうのはオレンジ else の下ですね、はい、が、そうですね、else の下の、オレンジの処理が実行されます、うん、はい、この辺の宣言と文に関しましても同じく、はい、ドックウィキの方の、宣言と文というのがございますので、はい、それを、またちょっと見てみたいと思います、はい、細かく書いておりますので、うん、まあ、条件、まあ、下の方ですかね、はい、いろんな条件文がございます、はい、また見ていただければと、うん、あ、ちょうどここですね、 if 文であったりとかっていうのもございます、はい、うん、たくさんの情報載ってますね。そうですね、はい、はい、ここではちょっと全ての情報がご説明すると非常に時間がかかってしまうので、はい、はい、詳しくは Wikidoc の方に、はい、見ていただければと思います、はい、はい、続きまして、は
はい、まあ、条件分岐と、はい、まあ、セットになってといいますか、はい、ループ、繰り返して行うっていうのが、はい、やっぱプログラムの、プログラムを組む上では必須になってまいります。はい、はい、フロー制御系、ね、フロー制御系ということで、はい、オブジェクトパスカルの方では、さまざまなループ方法がございます。はい、一つは、フォーループ、通常のフォーで、まあ、i をインクリメントしていくという分と、はい、フォーインループですね。まあ、セットの値を、一つずつ取ってきて、まあ、値を返していくという、はい、ものと、うんうん、であとワイル文、繰り返しの、条件が整うまで繰り返しと、うん、リピートは条件が終了するまで繰り返すと、はい、っていう感じで、これも、まあ、同じく、はい、まあ、先ほどと同じところにあるんですが、はい、ちょっ と,、今回、ラッドスタジオの方でどういう動きをするのかっていうのを、デイ2の方でもやったんですけども、はい、ブレイクポイントというのを使って一つずつ、まあ、トレースしていくと動きが非常に分かりやすいんではないのかなと思って、そうですね、はい、それをちょっとさせていただこうかなと思って、はい、先にサンプルを作ってあります。ありがとうございます、はい、これ、今4つのサンプルなんですけども、はい、ちょっと中に、イベントハンドラーの中にすべて、はい、あの書き込んでますので、はい、ちょっとソースを見たいと思います。はい、1つはフォーループ1つは、フォーインループ、はい、でワイルループと、はい、リピートループ、はい、先ほど書いてあった4つですね。はい、はい、じゃあそれぞれの違いをちょっと、ブレイクポイントをそれぞれにつけて実行して、繰り返して説明をさせていただこうと思います。はい、でまず、実行ボタンを押して実行いたします。はい、実行すると、まあ、簡単、先ほどの、デザイン画面と全く同じ画面が出てまいりました。はい、でまず上の方から、はい、まあ、フォーループですね、フォーループを、クリックします。でブレイクポイントで止まります。でブレイクポイントの、はい、時の値の見方なんですけども、はい、左下のローカル変数というところが、はい、ございますので、ここに今、うん、宣言されているトータルというのと i というのの値が出ております。はい、出てますね。今ちょうどあの、i というところがですね、なんか変な数字がいっぱい並んでると、はい、トータルもいっぱい数字が並んでると、うん、はい、何でしょう、はい、何でしょう、はい、で、ちょっと見やすくちょっと近くまで近寄せて、はい、はい、はい、この辺に近寄せて、で、ちょっと実行してみたいと思いますと、ステップ実行ですね。はい、はい、ではまずトータルを一旦初期化します。そうすると、はい、ローカル変数のところが0になりました。うんうんうん、先ほどのよくわからない数字が0になりましたね。はい、よくわからない数字が0になっております。はい、そして、4を第1回目をクリックしますと、はい、i が1になったのが、うん、はい、分かっていただけますでしょうか。はい、でそれを、まあ、繰り返すと。はい、で、トータルにプラス i を足しているので、はい、まあ、1足す2足す3足すというふうな感じでやっておりまして、4で回るたんびに i が1つずつ増えてくる、ローカル変数がどんどん変わっていきます。はいはい、これで、非常にあのデバッグもやりやすいと。はいはい、で最後までいきますと、はい、今条件の10を、はい、あの足したので抜けて、はいはい、55と出ております。で続きまして、はい、for in loop ですね。はい、で先ほどの例で、をそのまま、実行します。はい、はい、for in loop でまずは、s っていうのがストリング、文字列型になっている、いますので、文字列型に、hello world という文字を入れます。はい、ちょうどこの上あたりに s でハローワールドが出てまいりました。うん、はい、はい、入りましたね。はい、
それをですね一旦、キャラクター型に、はい、一つずつ入れていって、はい、でそれを出力したいと思います、うんうんうん、はい、これで、CH と書かれている変数のところがどんどん、はい、文字が変わっていってるのがご確認できるでしょうか、はい、一個ずつ一個ずつ進んでますね、はい、はい、でこれが最後までいきますと、ちょうど右側の、メモのところにハローワールドと出るということです、はいはい、さっきは変数一つずつインクリメントされてましたけども、これはリストだとかアレイのようなものが、はい、そうですね、アレイのようなものをセットで、一つずつループできると、はいはい、で続きまして、ワイルですね、ワイルも同じように、ブレイクすると、はい、やはり一定の条件を、条件内であれば、はい、中のビギンエンドを実行するということでございますので、ちょっと実行してみたいと思います、はい、まずこれも初期化が必要です。で I と J を一気に初期化しました、うん、今、はい、その後にですね、条件を、はい、満たして、いるので、はい、中のループを、実行されていきますと、I プラス1J プラス1がどんどん足されていきますので、はい、I と J が同じような数字で足されていくと、はい、で最後に条件から、はみ出た、はい、フォルスになった条件の時に、ループを終了させて、メッセージを出すと、はいはい、で出ました。 I イコール6、はい、J イコール6となってございます。はい、続いて、はい、ちょっと同じように ついてこれてるかどうか分かんないんですけど、はい、はい、いきますと、リピート文の方も、うん、同じようにいきたいと思います、はいはい、これも同じですね。これは、先ほどの、ワイルと少し違っておりまして、はいはい、全ての条件が満たされた時にループを終了すると、はい、では、ちょっと実行していきます、うん、これも同じようにI と J を繰り返して、条件が整うまで実行されますと、はい、実行された後に、条件が、スルーに なりましたと、はい、となると、その下の小メッセージまで抜けて表示されますと、はいはい、なるほど、はい、ホワイルとのワイルとの違いは、まあ必ず1回実行するかどうか、最初に判定されているのかと、はい、あとは実行の条件が true か false、 どちらも違うんですね。そうですね、あ、はい、違いますね、実行されてから、この条件を満たしていれば、また、繰り返すというリピート、うん、なので、まあ、実行してからっていうことを頭に入れて、はい、まあ、プログラムを組まないといけないと、はい、片一方ワイルは、判断してから、実行するので、はい、そこも頭に入れて、実行しないと、例えばそのイコールがちょうど抜けてしまったり、うん、はい、この状態でももう条件が変わってきちゃうので、はい、そこはご注意いただければなと思います。はい、はいはい、以上が、ループ処理になっています。はい、でオブジェクトパスカル入門ということで、先ほどまで、まあ基本の使い方であったり条件分岐ループを説明させていただきました。はい、はい、オブジェクトパスカルに関してはですね、はい、まあ、クラスの概念がございまして、うん、はい、まあユーザー定義型のデータ型と、内部データを持ちそれを操作するためのメソッドが用意されているっていうのがそのクラスの型になっています。はい、はい、それに、まあ、セットといいますか、はい、考え方としてはセットで考えていただいたらいいのがオブジェクト、はい、オブジェクトですね。そのクラスをインスタンス化すると、はいはい、一つの部品として扱うようにすると、はい、クラスが、まあ、設計書みたいなイメージですね、はい、型の設計書なら、はい、まあ、オブジェクトはその実体と、うん、設計書と、まあ、はい、建物みたいな実際に使うときにイメージでしょうか。はいはいはい、はい、ですね。
デルファイで、見かけるクラスオブジェクトとしては非常にあのたくさんの、はい、オブジェクトがあるんですけども、はい、まあすぐ見かけるのは、はい、T-Form っていう、はい、あのプロジェクトを作成したときに、はい、すぐ作成される、うん、T-Form1 という型ですね、はい、とかあとボタンを配置したときに T ボタンっていうのがすぐ作成、うん、型として、はい、そうですねよく見かけます、はい、でそれ以外のプロパティの中にも値がございまして T バウンスとか T ポジションとか、まあ、その他いろいろプロパティの中にも同じように、はい、型が存在します、はいはい、でこのクラスオブジェクト、クラスの特徴に関してなんですけども、まあ、カプセル化して一つの、まあ、塊にしてしまうでですね、その中にプライベートとかプロテクテッド、パブリック、パブリッシュ、はい、それ以外にまあパブリッシュド的なものがございまして、まあ、隠蔽するものと公開するものを分けたりとか、はい、あと継承ですね、うん、そのクラス他のクラスを継承して新しいクラスを作ると、はい、で、まあ、その差分だけといいますか、はい、違いだけを定義すれば、うん、簡単にクラスというのを、新しいクラスを継承して作ることができると、はい、オブジェクトですね、はいはい、オブジェクト指向の、はい、プログラムというふうになっております、はいはいはい、で一番使われるのがおそらく文字型、はい、文字列だと思います、はい、デルファイの文字列は現在まあ、データ型なんですけども、はい、デフォルトはユニコードストリングとなっております、はい、で、はい、UTF-8、UTF-16 にマッピングされておりまし、うん、マップされておりまして、はい、他の形式にも変換できます、はい、例えば ANSI ストリングであったりとか、はい、UTF-8 ストリングですかね、うん、っていうのが使えたりもします、はい、で、まあ、いろんな実装方法が、まあ、メモリー割り当てであったりとかサイズ変更であったりコピー連結なども最適化できるので、うん、そんなに、パフォーマンスを気にすることなく文字列を扱うということが、うん、可能になって、はい、すごいあの、文字列のやり取りが楽ですね、簡単に使えますよね、簡単に使えますね、はい、簡単に使えるというのが非常に特徴になっています、はい、はい、でそれプラスアルファに、文字列ヘルパー操作っていうのがございます、うん、はい、これ愛想さんこれなんとなくこの下のちっちゃい、うん、あのたくさんある文 字、 で、はい、文字を見てなんか、うん、あのなんとなくこういう使い方なんだなというのが分かったり、ほとんど英語で書いてありますね、そ そうですね、はいはい、英語で書いて分かりやすいものもございます、はい、まあ、いくつか、はい、これってどういう意味っていうのも、はい、多少、まあですね、ロアとかアッパーケースであったりとか、こういう、まあ、トリムライトとかどういう意味、はい、みたいな感じで思ったりもするんですけども、はい、ちょっとここで、その文字列のヘルパーを使ったものっていうのがどういう感じで動くのかっていうのをちょっとサンプルをこれも作ってまいりました、はい、はい、ありがとうございます、はい、これもちょっとご紹介したいと思います、一旦これを終了します、そして、作ってきたストリングですね、うん、これも、これ今 VCL で書いてるんですけども、はい、実行しますと、全く同じ設計と全く同じ画面が出ます、はい、で設計の内容をちょっと見てみます、なるほど、そうですね、まあ、この辺りはこうパッと見英語でわからないような、そうですね、はい、ロアーケース、アッパーケース、はい、ケースとかですね、レンス、トゥインテジャー、トゥインテジャーとか、はいはい、これ全部ヘルパーの名前を、はい、そのままキャプションに貼り付けたという感じのもので、うん、ちょっと中身を、はい、見てみますと、はい、まあ、S、うん、文字列 S に、はい、エディットの内容をデータとして、はい、まず入れてると、入れていると、はい、で入れた内容からヘルパー関数を呼び出し、はい、この場合は to lower、to lower、はい、to upper、to upper も、はい、で、length、length ですね、はい、はい、で残りは to integer というのを入れてございます、はい、はい、ではちょっと実行したものを、
そのまま使ってみたいと思うんですが、はい、先ほど見た、ちょっとテストした時に非常に分かりづらかったので、ちょっと字を変えます、はい、例えば、BBBBB と、はい、5つ入れました、はい、で、あ、すいません、大文字ですね、まずは大文字で、はい、はい、大文字で BBBBB、はい、大文字で B が5つですね、はい、8にも見えなくはないんですけど、はい、B です、はい、B です、はい、はい、で、ローケースのボタンを押します、はい、はい、で、ボタンを押しますと、はい、アウトテキストっていうところが変わりましたね、はい、テキストボックスのところが変わりました、はい、小文字の B に変わりました、そうですね、アウトプットテキストのところ、はい、トゥーローケースというのはこういう、うん、ヘルパー、大文字から小文字に変える、はい、はい、逆に、まあ、同じく、BBBBB と小文字を入れました、はい、小文字、はい、それをアッパーケース、トゥーアッパーですね、はい、トゥーアッパーというヘルパーを呼び出すと、はい、大文字に変わります、アウトプットテキストが今度は、はい、はい、で大文字の B、はい、そうです、でそのまま、まあ、レングスっていう、文字列の長さを取得するというヘルパーもございますので、うん、はい、それをクリックしますと、はい、5と出てまいります、はい、これは、文字列の長さを簡単に取得することができるヘルパー関数となっております、うん、はい、で、その下の toInteger というのをこのままクリックしてみます、はい、でどうなるかといいますと、このように BBBBB は整数ではございません、はい、例外が、はい、例外出てまいりました、はいはい、これは、内容といたしましては、toInteger に変えると、はい、インテジャーに変えたいという指示をしたんですが、はい、数値に変えたいですね、はい、数値に変えたいんですけど BBB は数字じゃないです、はい、ということで、まあ、他に数字を入れ、はい、90という数字を入れてみたいと思います、はい、でそれで実行いたしますと、アウトプットテキストには90と、なるほど、はい、なるほど、ここでいうところの、まあ、インプットテキストのエディットボックスの中には90という文字が文字が入っていたけれどもということですね、はいはい、それをこう数値化して90にしました、そうですね、また、そうですね、まだアウトするときにまだ文字列に変えないと、文字に戻さなくちゃいけないんですけど、アウトプットテキストのエディットの中に表示するために、はい、そうですね、はい、こういう、まあ、簡単なサンプルでございますが、はい、こういったヘルパーが使えます、はい、はい、で、先ほどちょっと言い忘れたんですけども、ちょっと上のところにですね、はい、黒い、あ、黒いじゃない、グレーの四角いところに、はい、まあ、str、コロン、イコール、はい、シャープ、ダラー0061っていうなんか変な文字が入ってるんですけども、はいはい、これ、なんとなくご存知だったりしますか、何でしょう何でしょう、これあの、まあ、キャラクターを、シャープっていうのがキャラクターっていう意味になるんです、はい、で、ダラーっていうのがですね、はい、まあ、ヘキサコードっていうか16進数ですね、はい、16進数の、まあ、キャラクター型とっていうイメージを足したもの、なるほど、はい、じゃこれはこう文字列を表す16進数ですよというふうに書いているわけですね、はい、はい、こういう書き方もできるということだけちょっと頭に入れておくと、はい、後々何かとお役に立つかもしれません、はい、はい、続きまして、あのメモリー操作、メモリー操作、はい、エルファイを使用するメモリー領域としては、グローバル変数スタックヒープっていうのがございます、はい、でグローバルメモリーっていうのがですね、グローバル変数で使用すると、うん、まあ、先ほど、説明差し上げた、はい、フォーム1ですかね、はい、であったりとかっていうのがございます、はい、あのインターフェースのところで宣言するようなものですね、はい、はい、で、スタックっていうのが、まあ、各、ルーチンに、はい、パラメーターの戻り値とかですね、はい、まあ、ローカル変数とかですね、はい、スタックに貯めていくような、うん、ものを貯めていくのがスタックメモリーと、はいはいはい、で、まあ、動的に割り当てる領域として、まあ、インスタンスとかそういうのに関してはヒープを割り当てます、はい、なるほど、なるほど、はい、例えばプロセジャーの中でクリエイトしたとか、そうですね、そういったものですね、そうですね、はい、はい、で、
まあ、基本的にはメモリー管理ルールとしては自分で作成して割り当てたオブジェクトやメモリーに関してメモリーブロックに関しては自分で破棄しなければいけないと、はいはい、そのオブジェクトやメモリーブロックの破棄は1回限りと、うん、1回しかクリエイトしてないのに2回、破棄することはできませんと、はい、あの下の、ちょうどサンプルが、四角い、グレーのボックスのところにサンプルが書いてございますけども、マイクラスっていうのをクリエイトしてマイオブジェクトっていうインスタンスを作成して、うん、マイオブジェクトを一度だけフリーすると、うん、っていう作りになっております、はいはい、でそれに対して、iOS Android 向けに ARC という機能がございます、はい、で、ARC、オートマチックリファレンスカウンティング、うんというんですけども、自動参照カウントによってメモリーを管理と、デルファイモバイル向けに実装されていますので、はい、まあ、ARC によって変わることとしては、はい、オブジェクトの破棄が全く不要になると、うん、オブジェクトの参照しなくなったら自動的に、ARC 側が、破棄してくれると、うん、はい、でフリーは単純に、まあ、NIL を入れてくださいと、はい、いうだけで、オブジェクトの破棄は ARC に、ま、お任せしますと我々ではで、フリーしないと。なるほど、はい、まあ、フリー代わりに、まあ、NIL を入れてあげれば、そうですね、あと ARC がやってくれる。そうですね、はい、あの誰も見なくなったら ARC が破棄しますと、はいはい、ARC のコーディングスタイルとしては、まあ、先ほど申し上げた、感じなので、まあ、トライファイナリーもいらないんですしフリーもいらないと、はい、いう感じで、作成するだけという作りになっております。楽ですね。楽ちんですね、はいはい、Windows でもぜひ欲しいですね。欲しいですね、はい、では、続いてメモリーに続いてですね、はい、高度な、機能といたしまして、ついに来ましたね、高度な、高度な、高度な言語の方に入っていきますね、はい、言語の方に入っていきます、はい、続きましてはジェネリッククラスですね、はい、これは楽しみですね、はい、はい、ジェネリッククラスを、ちょっと読んでみますね、はい、ジェネリッククラスを利用することで広範な定義が可能となります、クラス定義は山括弧でくくられたプレイスホルダー T によって明示されない型を作ることが可能です。これなんか意味が分かりづらい、はい、何のことでしょう、何のことなんでしょうねはい、はい、そこでちょっとシンプルな例を、はい、書いておりますが、はい、T マイクラス、山括弧 T クラスっていう、型宣言があるんですけども、はい、先ほど型宣言の、サンプルを、見て山括弧が増えていることにお気づきだと思うんですが、はい、そうですね、山括弧 T、はい、山括弧年がありますね、はい、クラスの後ろに、はい、ここにですね、まあ、好きな型を入れることができると。で実装部のところで、バーというところがございまして、はい、マイクラスで、インテジャー、まあ、この場合はインテジャーを入れていますと、はいはい、で、インテジャーに、割り当てられた、マイクラスのオブジェクトが生成されて、はい、まあ、そこのビギンのところですね、まあ、アッドというメソッドが走って、はい、まあ、テイクアウトっていう、まあ、メソッドを呼び出して、はい、あと i のリゾルトに入れていると、うん、なるほど、なるほど、はい、最初、なるほどですね、最初の t マイクラスの宣言では、t で、はい、そこで、まあ、型完全に宣言してないわけですね。そうですね、その後のバーで、はい、またこの山括弧のインテジャー型で使いますよというのを後で決めることができると、はい、ね、これによってですね、いろんな型を、入れることができますので、はい、まあ、C++ でいうとテンプレートみたいな扱いができるようになって、はい、非常にあのコードが、簡単に、はい、しかもあの数を作らなくてよくなると、はい、使い回しが効く、使い回しが効くということになってます、はい、はい、まあ、それ以外にですね、うん、ジェネリック型のメソッドっていうのも作ることが可能、はい、今度はメソッドですね、メソッドがです、はい、ジェネリックのメソッド、はいはい、非ジェネリック型のクラスを含めてですね利用することが可能になっていますので、はい、今回あのちょっとサンプルを作ったのが、はい、tform1 に、はい、
まあ、一番最初にプロジェクトを作成されたときに出来上がる T、はい、Tform プロジェクト1のところの、はい、MyFunc というのを、はい、MyFunction ですね、はい、MyFunction という新しいプロシージャーを作って、はい、そこに T、うん、クラスコンストラクターカッコオブジェ T というのを作っています、うんうんうん、はい、でそこの実装部ですね、実装部は、はい、MyFunc ヤマ T、オブジェ T ということで、うんうん、T をクリエイトして、まあ、オブジェに返しているとっていう作りになっています。マイファンクの後ろの山のところで、まあ、はい、T があって、その後ろにクラス、それからコンストラクター、はい、これがついてますけど、この制約の話はこのそうですね、この後に、はい、クラスとコンストラクター、それ以外もいろんな制約がございますので、はい、その内容をちょっとご説明したいかと。そうですね、はい、それからここで言うところのマイファンクの後ろの今度は普通の括弧のところ、はい、オブジェクトのコロンのそこで T、 ここの引数で、後付けができる、はい、そうですね、はい、後付けができます、はいはいはい、では、はい、まあ、ジェネリクス制約ということで、はいはい、制約の方を見ていきたいと思います、はい、まあ、いろんな、制約が付けれることができます、はい、T クラス、 T レコード、T コロンクラスですね、はい、T コロン、レコード、T コロン T コンポーネント、はい、であとコンストラクターとインターフェースっていうのが、ジェネリックスに入れることができます、うんうん、で、T コンポーネントと T クラスがわざわざ分かれているんですけど、はい、別に T コンポーネントでなくても他の、まあ、インターフェースであったりとか、うん、まあ、他のコンポーネ、他のですねクラスを、まあ、T に割り当てることも可能になっています、うん、はい、で今回ちょっと、インターフェース型になっちゃったんですけども、はい、うん、例を、下に書いております、うん、でインターフェースって、まだちょっとご説明が、ね、今日初めて出てきますね、はい、インターフェースのことが、はい、インターフェースのことが、これはあの宣言部のインターフェースではなく、はい、クラスの、そうなんです、クラスとしての、クラスとしてのインターフェースですね、はいはい、ここに関してはちょっと後ほど、はい、後ほどというか、まあ、詳しくははい、いろんな先ほどのウィキドックなんかも見ていただいて、はい、まあ、気になる方は見ていただければと思います、はいはい、今後、はい、プログラム組名でさまざまな場面に出てくる、そうですね、いろんなシーンで出てくるので、はいはい、ぜひ見ていただきたいなと思います、はい、で今回例としては、I My インターフェースに、型を入れれるような T を入れて、うん、でそこにプロック1という宣言をしております。でそれにですね、マイクラスっていうのの、インターフェース、T インターフェースっていうクラスの型を作りまして、はい、それを呼び出すとっていう感じの、サンプルというか、になっております。なるほど、はい、でバーで、マイオブジェクト、うん、T マイクラスの中に、インターフェースの、まあ、インテジャー型、はい、を入れることもできますし、はい、まあ、ストリング型であったりとか、うん、ダブル型であったりとかを入れることができまして、うん、でそれのインスタンスを作ることも可能でございます。はい、はい、でということで、はい、ちょっと、分かりにくいサンプルだと思いますので、これも同じように実行できるものをちょっとご用意いたしました、はい、ぜひお願いします、はい、今あるのがテキストボックス2つございまして、はい、テキストボックスの最初のテキストボックスには1、次のテキストボックスには1で、ボタンがアンサーって書いてるものと、はい、アンサーダブルって書いてるものがございます、はいはい、実装内容を、はい、見てみますと、はい、ちょっとブレイクポイントもついでに置いちゃいます、はい、ちょっとややこしい書き方になっちゃってるんですけども、はい、変数としてはインターフェースをちょっと使っております、はいはい、インターフェースに、まあ、インテジャー、はい、ジェネリクスでインテジャー、ジェネリクスインテジャーですね、はい、それに対して、生成するための、はい、クラスとしては T、はい、アドテストの、はい、クラス型元になってますの、ね、はい、ジェネリクスのインテジャーと、はい、でそれをクリエイトするときに、テキストの値を見ていると、はい、エディット1から持ってきたものですね、はいはいはい、そうですね、はい、でそれを、まあ、
アダーと言われるファンクションで、I1 と I2 を足しまして、小メッセージで出力をすると、はいはい、これを足し算ですね、足し算ですね、はい、単純な足し算を実行してみたいと思います、はい、でちょっと1ではちょっと、分からないかもしれないので、はい、分かりやすく10と5にします、はい、で、アンサーボタンを押しますと、こんな感じで、こう、はい、ローカル変数側に見てみると、はい、見てみるとはい、うん、そうですね、はい、まあ、これ型なので余計分かんないかもしれないですけど、はい、まあ、型が入りまして、はい、ティアードテストが、はい、ティアードテストが入りまして、はい、これインターフェース型ですね、はい、でインターフェース型を引き、渡してアドすると、はい、ちょうど下の i3 となっているインテ、はい、イント型の、あ、インテジャー型の、はい、数値15というのが出力されます、はい、なるほど、ここではまあインテジャー型で取り扱えるようになってましたよということですね、はいはい、でそれと全く同じコードの書き方でですね、はい、次はあのダブルというのを埋め込んでみました、はいはい、ダブルですね、はい、でダブルなのでそのまま小数点が使えます、なるほど、で、まあ、10ベルリンなんで 10.1 と、はい、ありがとうございます、はい、で 5.2 ぐらいに、はい、しましょう、はい、で、アンサーダブルというのを、はい、同じように、処理をいたしますと、はい、15.3 小数点が使えると、小数点が使えると、なるほど、で、この型の内容をちょっと上までいって、これはちょっと、今日すぐに覚えることも多分ないと思うんですけども、はい、ここに宣言が書いております、はい、タイプの方に、でこれあの t しか書いてなくて、はい、あのインテジャー型も何も書いてないんですよ、ね、書いてないですよね、山括弧の中に t があると、山括弧の中に t があるだけと、はい、これで、いろんな型が扱えるという、そうですね、便利なものになっています、はい、ね、クラス宣言のところの最初の行では、まあ、t 山括弧の t で、はい、その下の例えばコンストラクターやらファンクション、はい、ここの、型として t で使ってますよと、そうですね、いうことなので、はい、実際にじゃあ使いましょうという時に、はい、型宣言する時にそのところの t にインテジャー指定してあげると、はい、その中の、実際にコンストラクターやらファンクションがインテジャーとして使われると、はい、ね、使い回しができます、はい、あのだ、ダブルであったりとか他の、まあ、ストリングであったりとかっていう使い回しがいろいろジェネリクスによって、はい、することができます、なるほど、はい、わかりました、はい、じゃあところで毛利さん、はい、これを実際の業務で、使うようなケースっていうのはどういったものがあるんでしょう、それ、ちょっと後ほど、はい、この、今聞かない方がいいことですが、今聞かれるぞ、はい、ちょっと混乱してしまうので、はい、すぐ出てきます、すぐ出てきますね、じゃあ期待して待ちます、少々お待ちください、はいはい、次に出てきますが、はい、ジェネリックスコンテナと呼ばれているものです、はい、システムのジェネリックスの、はい、まあ、いろんな、中、ユニットの中にですね、いろんなコンテナが入ってあります、はい、まあ、有名どころ、よく使うところって言ったら、T ディクショナリーとか、はい、T リストとか、うんうん、T スタック Q とか、はい、その辺あたりよくあの普段から皆さんお使いなのかなと思っております、うんうん、で、まあ、詳しくは、はい、ドックウィキに、これもドックウィキですね、はい、入ってます、はいはい、これも入ってますので、まあ、見ていただけるといいかなと思います、はい、で、まあ、先ほど、のところにちょっとサンプル的なものを書いてみようかなと思います、はい、例えば、まあ、ディクショナリーを使いたいなと、はい、で T ディクショナリーですよという感じでキーとバリューというのが出てきました、はいはい、これ好きなものを、まあ、ストリングであったりとかを、はい、まあディクショナリーなので辞書なので、はい、ストリングに対してこのストリングに対してこのストリングが出てくるとかっていう辞書機能ですね、はい、を作ることができます、はい、で、
まあ、この頭のキーのところをですね、はい、インテジャーにすることも可能なので、はい、インテジャー、に対して、まあ、1番の文字列を探しなさいよっていうのを、簡単に作ることが可能になっております、はい、では、まあ、ディクショナリーを、まあ、これコピペで、はい、クリエイトしてですね、クリエイトいたしまして、でトライファイナリーで、まあ、フリーしますと、で忘れずに、はい、忘れずにフリーします、はい、先見たところですよね。で Add のところで、まあ、後方のところにちょうど、キーインテジャー、バリューストリングというのが出てまいります、はいはい、ここであの上のジェネリクスが効いてくると、はい、で、まあ、1番はテスト1ですとっていうのを入れて、まあこれを、まあ、1番を取り出しますと、はい、ちょっとあれですね、はい、といたしますと、はい、まあ、1番の内容の、うん、T テストが、取り出せますよ、はい、ということが簡単にできるようになっています。ストリング、はい、はい、まあ、ちょっと実行してもしなくても多分同じだと思うので、はい、まあ、実行しない方向でちょっと考えます、はい、で、それ以外に、まあ、よく使う内容といたしまして、はい、T リスト、はい、今回あのサンプルで書かせていただいているのが、はい、T リストの、はい、インテジャーの、ね、ジェネリクスと、はい、プレースホルダーの中にはインテジャーが入っていますと、うん、でクリエイトして0から9までをアドして、この SUCC っていうのをご存知ですかね、1プラス1という意味なんですけども、これパスカルでよく使うものなんですけども、はい、まあ1から0から9までを繰り返してるんですけど、1足してるんで1から10までがアドされると。なるほど。で、その次に、4のアイテムインリストドゥとなってるんですけども、はい、取り出したアイテム、インテジャーのアイテムを一つずつ取り出して、Windows のアウトプットデバッグストリングというところに、はい、イントトゥストリーに、変換して、はい、インテジャーからストリングに変換してアイテムを取り出して、はい、で最後に、ここをもう初めて出てくるかもしれないですが、はい、フリー&ニルをすると、はいはい、ファイナリーの時にフリー&ニルをすると、はいはい、っていう、のになっています。開放かつ参照も、はい、開放かつ参照クリアという、はいはい、ですね、はい、以上のような形でジェネリックスの方が、まあ、活用編といいますか、はい、こういった活用方法がございます。続きましては、はい、無名メソッドっていう、あまり聞き慣れない、はい、無名なんですね。無名なんです、はい、無名メソッドは、はい、指揮コンテキスト内でメソッドの値を作成するメカニズムです。その定義は無名メソッド極めて正確に表現し、メソッドポインターと重要な違いを、再立させるものですと。何のことでしょう。何のことでしょうね、はい、下に、はい、ノーティフィーイベントっていうのの、メソッドポインターの例と、tfunc の、はい、メソッドポインターの例が出てるんですけども、これ、はい、実はVCL の VCL というか、の中身を、はい、ちょっとコピペしてきたんですけども、はい、非常に見る人が見るとあーってなるんですけども、はい、まあ、初級の方非常に分かりにくいと思いますので、はい、ちょっと使い方を簡単にご説明したいと思います。はい、まあ、無名メソッドということで、無名メソッドっていうのがですね、はい、まあ、tproc 型とか tfunc 型とかっていうのがございますけども、はい、今回 tproc 型を使用して、まあ、バーのところに変数宣言として ltproc っていうのを代入、変数として持っています、はい、なるほど、はい、その l、プロックプロシジャープロックですね、はい、に対して、何もない無名のメソッドを、はい、変数として渡しています、うん、この状態ではこの中のビギンエンドの中のスリープというのは実行されません、はいはい、
で、一番最後にあるその変数、はい、カッコカッコっていうところで実行されると。なるほど、はい、まあ、ある意味その、変数にどんどん貯めていけるっていうメリットもございます。はい、最初に例えばプロセジャーとしてあの作っておくんではなく、ここの例で言うと、はい、i アンダーバープロックの後ろの、プロセジャー以降で手続きを書いて、はいはい、いくという、はい、それをそ、ね、変数として入れておけるということですね。はい、そうです。はい、その他に使い方としましては、はい、まあ、実装事例なんですけど、はい、こっちの方は、まあ、T スレッドっていうのがございまして、スレッドを簡単に作れると、はい、クリエイトアノニマススレッドっていう、クラスファン、クラスメソッドですね、はい、に対しても、無名メソッドの方が、適用されますので、ここで、はい、クリエイトアノニマススレッドの中にプロシジャーで、まあ、実行内容を書いて、はい、カッコ閉じるのスタートのメソッドで初めて、まあ、T スレッドが動くと、はい、でその中のシンクロナイズドで、メモ1、メモ1の、ラインズに、はい、中の、カウントしている値を、うん、吐き出すと、はい、アウトプットするという内容になってあります。うん、なるほど、はい、これでいうところのクリエイトアノニマススレッドの括弧の後ろのプロセジャー、はい、その、下以降ですね、はい、これで、ロジックを書いて、はい、それを、つまりは最初に定義しておくことなく、そうですね、ですね、はい、ここでやっとロジックを書いて、はい、その後初めてスタートすると、はい、そういう使い方ができる、ね、楽な使い方ができるようになっています。はい、まあ、C++ でいうとラムダみたいな扱い方ができるようなイメージです。はい、はい、で、その他にもですね、無名メソッドを使うシーンがございます。はい、まあ、先ほどの、スレッド、T スレッドに近いんですけども、フューチャー、T タスクフューチャーであったりとか、うん、T タスク関係では結構、はい、使う例がございます。うん、でこの場合も全く同じで、これはあのジェネリックスとインターフェースが実はもう中に入っておりまして、うん、はい、iFuture というので、はい、まあ、ジェネリックスの iFuture で、はい、プレスフォルダーのところにインテジャーを入れまして、、はい、実装部のところは iFuture のジェネリックスの、インテジャーで無名メソッドが入りまして、はい、無名メソッド、まあ、フューチャーを何個か走らせて、はい、で、最後にですね、はい、フューチャーインフューチャーズDo って書いてるんですけど、はい、フューチャーのアレイを1個ずつ、処理してメモ1にアウトプットすると。なるほど、はい、はい、ここでは言うとその戻りの戻り値として取りたい値を、そうですね、戻り、まあ、インテジャーで、そうですね、ジェネリックスを使いつつ、インターフェース型で、はい、取り出すと、はい、はい、です。はい、はい、で、同じようなもの、はい、まあ、フューチャーと同じような形なんですけど、タスク、 T タスクに入ってるものなんですけども、はい、パラレルっていう処理がございまして、まあ、括弧で、1から10まで、でこれも同じく無名メソッド、はい、で無名メソッド閉じるで実行されま す、はい、ですね、でこれも プロセジャーの後ろ、はい、プロセジャーの後ろに書いて、はい、はい、です、はい、この場合あの T ブロックの、山括弧、インテジャーを使っております、はい、内部的には、はいはい、なので、まあ、プロシジャーカッコ i、コロンインテジャーカッコみたいな書き方をしています。はい、はい、ここでですね、はい、ちょっと、どういう感じで使っているのか、無名メソッドを含め、はい、ちょっとサンプルをご用意しているので、はい、ちょっと実行してみたいと、はい、思います。はい、これ、1個ボタン1個だけ と、あと、はい、アニメーションインジケーターですね、うん、っていう2種類がございまして、はい、それしか、まあ、はい、置いておりません、コンポーネントとしては、はい、で中の実装としましては、まずインジケーターを、うん、スルーにして、はい、でスレッドを立てて、はい、でタスクを、
今ここでは3つ走らせて、はい、でその後にタスクを3つ終了を待ってから、うんうんうん、シンクロナイズドさせてインジケーターを止めるという処理を、一気にしております、はい、なるほど。これで何ができるかと言いますと、処理実行中にですね他の処理を走らせることができます、はいはいはい、今あのくるくる、インジケーターが回るんですけども、はい、こうやって通常、はい処理が止まってしまうので、うん、このインジケーターがぐるぐる回らないんですよね、うん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 、でスレッドとタスクを使うことによって、はいたくさんの処理がたくさんの処理をしながら、まあ、メインスレッドでは自由に、はい、あの描画ができると、はい、なるほどなるほど、はい、ここのコードの中では、はいまず最初に出てくるのが、T スレッドクリエイトアノニマススレッドの格好の後ろプロセージャー、はい、ここの中で一つプロセスコード書いていて、はいでその真ん中あたり T タスクランその後ろのプロセージャー、はい、ここで3つ3回4で回してるわけですね。そうですね、はいはい、そして最後シンクロナイズここもプロセージャー書いてますけれども、はい、ここでも使ってるということですね、はい、ここで、はい利用してるのは、はいはい先ほどご説明した、まあ、T タスクであったりとか、はいアイスさんにも説明していただいた T スレッドであったりとか、はい、無名メソッドでインターフェイス、アイタスクというインターフェースも使っています。はい、はいはいえーと以上になります、はい、続きましては、はいリフレクション、リフレクション、リフレクションです。さらに高度な言語機能ですね、はい、さらに高度な言語機能です、はいオブジェクトパスカルコンパイラーはデフォルトで多くの RTDI 情報を生成します。この実行時情報には、クラスやその他のすべてのユーザーの定義型コンパイラーで定義済みコアデータとあらゆる型が含まれ、パブリッシュとパブリック、パブ、プロテクテッド、プライベートすべて入ってるんですね。で、それぞれの、オブジェクトの内部構造について詳細な情報を得られるようにするために、まあ、必要とされていると。いろんなことで、まあ、実行時型情報はい、というのが、オブジェクトパスカルには入ってございますので、はいまあプライベート宣言も、呼ぼうと思えば呼べちゃうという、うんはいものに、はい、機能になっております。なるほど、はい、若干長めの説明で、はい、混乱するかもしれませんが、はい、混乱しそうですね、はいはい、これ動かしてみるとすごい、はい、単純な、はい、機能なので、ぜひ、はい説明は難しそうですが、一度見ると分かりやすいということですね。非常に分かりやすいですね。実行時型情報が、まあ文字列として参照することができると。RTTI ですね。RTTI と。タイムタイプディフィニッシュ。アイデンティフィケーション。覚えれないですね。RTTI としか覚えてない。RTTI。はい。ま、RTTI のサンプルといたしまして、非常に簡単にちょっと書かせていただいております。はい。ま、RTTI コンテントというところに、ゲットタイプのプロパティ、を、作ることができて、プロパティを、RTTI プロパティという型に入れているのが上のか、はいボックスですね、グレーのボックスに、はいま、セットバリューというところに、ボタン1というインスタンスに対して、はいはいボタン2という文字列をセットバリューしていると、うん、っていうことで、まあ、実行中でもそのキャプションという文字列から取り出して、はい他の値を、無理くりに入れることができるというんでしょうか、うんはい、っていう、ことができます。なるほど、はいはいでその下の例は、また同じく、RTTI のコンテンツをまたプロパティを取り出すという、はい処理を入れています、はいはいまず、しているのが、タイプを取り出しています。ゲットタイプというところで、はい、T ボタンというので、はい、タイプ を取り出しています、はいで次の、ゲットプロパティというところで、はい、キャプションでこれ文字列なんですけど文字列から、まあ、実行時の情報を取り出してプロパティ情報を取り出して、うん、それを、まあ、TRTTI プロパティという、うん型に入れています、う
最後なんですけども、その型をプロパティの型を利用して、はい、ゲットバリューで、ボタンに、ボタン1の内容のキャプションを取り出していると、はい、で最後になりましたけども、アウトプットデバッグストリングで、はい、そこに入っているゲットバリューの内容を as ストリングという、メソッドを呼び出して文字列を取り出していると、はい、はい、これでは非常に、ちょっと何に使うのとかってなっちゃうと思います、はい、そうですね、はい、これ実装するのに、そんなにいらないよねってなってしまうので、はい、ちょっとサンプルをまた同じように、はい、どんな動きをするんでしょうか、はい、どんな動きをするんでしょうか、はい、というのその有用性がこれで分かってくる、はい、少し簡単な、はい、サンプルになるんですけども、はい、いくつかの、コンポーネントを、はい、配置しております、うん、ボタンタイプであったり、はい、T ボタンであったりとか、うん、T スピードボタンであったりとか、はい、T コンポボックスであったりとか、はい、T メモであったりとかっていう型ですね、はい、を、配置しております、うん、で、ボタン1のクリックイベントで、はい、中身をすべて取り出してっていう処理を入れているんですけども、はい、まあ、オブジェクト、そうですね、RTTI コンテン、はい、コンテキストっていうところにですね、はい、まあ、T、FMX オブジェクトっていうところのプロパティのネームっていうのを取り出してます、はいはい、で、今回あの、FireMonkey を使っておりますので、はい、Enum オブジェクト図っていうのが、ついてまして、これも、はい、先ほどお勉強いたしました、はい、無名メソッドですか、無名メソッドですね、無名メソッドを使いまして、はい、呼び出しています、はい、無名メソッドで、まあ、イナムされたオブジェクトを一つずつ取り出して、はい、先ほど、ご説明差し上げた、RTTI プロパティのところから、はい、ゲットバリューで、はい、データを取り出して、はい、でそれの、文字列型を、はい、一気に、メモに書き出す書き出すと、はい、ではちょっと実行してみます、はい、どんなことになるんでしょうか、はいはい、では、これ何も入ってないのと、はいはい、こう普通のボタンですね、はいはい、で、ボタン1を押しますと、はい、全ての、なるほど、型が出てまいります、はい、今まさに実行されている実行されている、はい、内容ですね、そうですね、はい、FireMonkey のコンポーネント類の名前が出てきた、はい、名前が出てきます、はいはい、その他にも、プロパティは、いくらでも取り出したりとか、はい、セットしたりとか、まあ、フィール、まあ、プロパティだけじゃないですね、フィールドであったりとか、はい、メソッドであったりとかの実行も可能ですので、はい、まあ、実行時型を使った、操作コントロール、うん、リフレクションというのが可能になってございます。ここのコードでいうところの、はい、ビギンの下ですね、はい、コンテキストのゲットタイプ、はい、これで、ごっそり持ってきて、はい、その中でも、まあ、TFM オブジェクト、はい、FireMonkey のオブジェクトを、はい、持ってきて、かつ、プロパティネームが名前、ネームのもの、はい、まあ、これをリストアップして、さらにはオブジェクトがさらに、TFM のオブジェクト、ここのところ if で判断して、はい、オブジェクトとしてアサインされているものであれば、はい、それをリストアップしているところのラインズとして入れていく、はい、そんなことでございます、ね、そうでございます、はいはいはい、ありがとうございます、ご説明ありがとうございます、はい、いろいろ教えていただいて、はい、ありがとうございます、はい、ではちょっとアイソさんが非常にあの理解でき深まったところでありがとうございます、はいはい、名前空間も、はい、取り出すことも可能になっておりますが、うん、はい、まあ、ゲットタイプというので、はい、まあ、RTTI のタイプを取り出したりも可能になっています、はい、うん、名前空間ですね、はい、ですね、はい、っていう感じのその RTTI の機能で、はい、まあ、何種類かご紹介させていただきました、はいはい、ありがとうございます、はい、まあ、以上のような感じで、何種類かの機能プラス、はい、高度な言語機能と高度な言語機能、はい、基本的なオブジェクトパスカルの機能を、説明させていただいたわけなんですけども、はい、より学習を進めたい方は、マルコ・カントゥーさんのですね、
オブジェクトパスカルハンドブックっていうのにすべて今ご説明した内容が書かれております。はい、はい、僕が説明したよりも深く書かれておりますので、はい、ぜひご購入いただいて、あこうなってるんだと、はい、ここは違ってたとかっていうのも、はい、もし確認が取れれば、はいはい、いわゆるマルコ本をマルコ本ですね。これハンドブックって言ってもハンドじゃないんですね結構大きいですね結構大きいんです、はいはいはい、金額もそこそこ言ってますが厚みとデカさも相当なもんですよね、はいはい、結構大きいんですね、はいはい、なるほど、っていう感じになっています、はいはい、デルファイ使いにはこれはもう確実筆記、そうですね、はい、ぜひ、持っていて損はないかと思います。はい、はい、ということでございまして、本日ですね、まあ基本デルファイ、オブジェクトパスカルの基本をマスターしますということで、はい、基礎文字列メモリー操作最新の言語情報というまとめでございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、で、このあと、明日ですね、はい、明日もございます。本日デイ3プログラミングを学ぼうということで 初心者中級者の、機能を、ご説明したわけなんですけども、デイ4明日はですね、はい、マルチデバイス、マルチデバイス、はい、モバイルアプリの、開発のこと始めということで、マルチデバイスを、作るにあたって、まあ、こうすると簡単により簡単に、うん、まあ、デルファイが使えるというご説明をさせていただきたいと思います。はい、はい、本日の、セッションは以上になります。ラットスタジオ大阪、勉強会コミュニティから毛利とエンバガデロテクノロジーズアイソでございました。ございました。ご清聴ありがとうございました。はい、